パンパニとは、アメリカ海軍の潜水艦。バラオ級潜水艦の一隻。艦名は、アジカ、コバンアジ族の一種、ガフトップセール・ポンパーノの別名にちなんで命名された。現在は、アメリカ合衆国国定歴史建造物として、サンフランシスコで公開されている。糸引き味ガフトップセール・ポンパーノ・パンパニとは、1943年3月15日に、 メイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港した。7月12日に、ジェームズ・ルフェンダー夫人によって、命名、浸水し、11月6日に、艦長チャールズ・ B ・ジャクソン・ジュニア少佐の指揮下収益する。ニューロンドン沖での成長後、パンパニトは、パナマ運河を通過し、1944年2月14日に、新樹湾に到着。3月6日、艦長が、 ポールイサマーズに変わった。3月15日、パンパニトは最初の紹介でマリアナ諸島方面に向かった。サイパン島への南西侵入部からグアムを経てヤップ島南方に向かいヤップ島近海でパラオを空襲する第58任務部隊機の救助任務に当たった。4月7日に爆雷攻撃を受け損傷したが紹介を続けた。4月10日には輸送船団と 敵駆逐艦に対して魚雷を発射し、7000トン級貨物船に魚雷を2本を命中させたと判断した。5月2日にミッドウェイ島に寄港。5月8日、パンパニトは54日間の行動を終えて帰港。損傷修理が行われた。6月3日、パンパニトは2回目の紹介で日本近海に向かった。九州沖、四国沖。 本州近海で紹介を行い、6月23日には、潜航中の日本海軍潜水艦から日本の魚雷を発射されたが、パンパニとはこれを回避した。7月6日には、輸送船団を発見し、日本の砲艦と思われる艦船を来撃して、損傷を与えたと判断した。パンパニとは7月17日にショークを離れた。7月23日、 パンパニトは50日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島した。8月17日、パンパニトは3回目の紹介で、グローラー、シーライオンとウルフパックを構成し南シナ海に向かった。9月12日1時55分頃、パンパニト以下のウルフパックは、海南東東方沖で非72戦団を捉えた。まず、グローラーが、 戦団期間の解剖艦平戸を一撃で撃沈し、戦団は右往左往し始めた。明け方になって、シーライオンが南海丸と落葉丸を撃沈し、グロウラーも二隻の戦果として駆逐艦式並みを撃沈した。ここに来て戦団は三話に向けて退避し始めた。しかしウルフパックはなおも暗らいつき、12日22時54分頃に、 朝の攻撃ではあまり出番のなかったパンパニトが、勝時丸とタンカー随法丸に対し魚雷を発射。勝時丸には一本が、左限戦争に命中しただけであったが、浸水と傾斜がはなはだしく23時37分に、沈没した。また、随法丸に向かった魚雷は、勝時丸に向かった魚雷と、ほぼ同時に命中し、あっという間に沈没していった。沈没位置は、 北緯19度18分統計111度53分、北緯19.300度統計111.883度、19.300111.883と推定されている。その他、もう一隻に損傷を与えたようにも見えた。この時の勝ち時丸は、地獄船とあだ名された、連合軍捕虜輸送船の一隻で、 パンパニトの攻撃により輸送中の捕虜の大半が死亡した。シーライオンが撃沈した、落葉丸もそうであり、一連の攻撃で1300名を超える捕虜が死亡するか漂流する結果となった。この手の地獄船情報は、通常なら、連合軍が張り巡らした、重砲網で事前に察知するはずであったが、この時に限って重砲がなかったと言われている。 攻撃から3日後の9月15日、パンパニトは、勝時丸の沈没地点に戻り、いかだにしがみつく人影を発見する。近づくと、英語の叫び声が聞こえた。パンパニトは73名のイギリス及び、オーストラリア兵の生存者を救助し、シーライオン、バーブ、クイーンフィッシュの3隻に救援を求めた。一連の救助活動の結果、パンパニトと、 シーライオンが127名、バーブとクイーンフィッシュが32名を救助した。救助活動後パンパニトはサイパン島に向かい生存者を上陸させた。9月28日、パンパニトは42日間の行動を終えて真珠湾に帰島。艦長がフランク・ W ・フェンノに変わった。10月28日、パンパニトは4回目の紹介でシー・キャット、パイプフィッシュ、 シーレイブンとウルフパックを構成し南シナ海に向かった。11月19日、パンパニトは特設給料戦、第17番シューマルとシンコマルナンバーワンを撃沈した。12月3日には、北緯06度31分統計106度12分、北緯6.517度統計106.200度。 6 5 1 7百六6 2 0 0の地点で、南下してくる日83戦団を迎え撃ち、タンカー製シーマルの戦備に魚雷を命中させ、航行不能に陥らせた。12月30日、パンパニとは59日間の行動を終えて、フリーマントルに帰島。サマーズが、パンパニと艦長に復帰した。百四十五年一月十三日、パンパニとは五回目の紹介で、 ガビナと共に、南シナ海を呼び、タイランド湾に向かった。2月6日、深夜、パンパニトは、北緯06度31分統計106度12分、北緯6.517度統計106.200度、6 5 1 7 1 6 2 0 0の、ホーチミン市南方470キロ地点で、南合作戦参加の日 88D 船台を、発見し攻撃。 園芸丸の元気間室に、魚雷一本を命中させ撃沈した。2月8日には、北緯07度05分統計104度50分、北緯7.083度統計104.833度、7.083、104.833の地点で、英福丸を撃沈した。2月12日、パンパニとは20日間の行動を終えて、スービックワンに帰島した。2月25日、 パンパニトは6回目の紹介で、カイマン、シーライオン、ミンゴとウルフパックを組んで、タイランド湾に向かった。しかし、パンパニトは、この紹介で戦果を上げることはなく、敵艦を一隻だけ確認したにとどまった。4月24日、パンパニトは57日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。オーバーホールのため、真珠湾を出港して、サンフランシスコに開港された。 作業が完了すると8月1日に、真珠湾に向かった。8月15日に戦争が終了すると、パンパニトはサンフランシスコへの帰還命令を受けた。パンパニトは12月15日にメアアイランド海軍造船所で退役し、予備役艦として保管された。1960年4月にメアアイランドで海軍予備役兵の訓練艦に指定され、 1962年11月6日にアグスマイナス383へ艦首変更される。パンパニトはカリフォルニア州バレーホで海軍予備役兵の訓練官に従事し、1971年12月20日に除籍された。パンパニトは第二次世界大戦の先行で6個の従軍聖賞を受賞した。その戦果は6隻の船を撃沈。 4隻に損害を与え、撃沈トン数は2万7千トンに上る。アルカトラズ島を背景に公開される、パンパニとパンパニとは1975年11月21日にサンフランシスコで記念館として公開され、1976年7月20日に場所を移動した上で整備され、1982年3月15日から一般に公開された。 1986年には、アメリカ合衆国国定歴史建造物に指定された。現在は、サンフランシスコ海事国定公園協会によって、管理され、フィッシャーマンズワーアーフの45番桟橋に、係留されている。記念館として公開後、パンパニとは3度のドック入りを経験しており、潜望橋やエンジン、魚雷発射館1機の他にアイスクリーム製造機などが、 未だに作動できる状態に維持されている。なお、記念館としてのパンパニートの艦隊図書は、当初は黒を基調とした迷彩メジャー9が施されていたが、現在では、上空が見える部分が黒く、他が濃淡をつけたグレーの迷彩であるメジャー32、デザイン QSS が施されている。ありがとうございます。